皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性と有用性を啓蒙する動画を配信しています。バイオケミカルシステム理論 BSD の主な目的は、代謝反応ネットワークの定常状態感度を計算することにあります。前の動画で S システム型方程式から定常状態における代謝物濃度の計算式を導きました。今回は、本式から BSD において対数原因と呼ばれる定常状態感度の計算式を導き、その感度の意味を説明します。まず、S システム型方程式を示します。本式には、従属変数、独立変数、パラメータが含まれています。従属変数である xi は代謝物濃度、また vi と v-i はそれぞれ正味の流入流速と流出流速を表します。独立変数である xi は主に酵素濃度を表します。パラメータである αi、βi は速度乗数を、GIJ、HIJ は反応時数を表します。これらの記号の意味の詳細は右の表を参照してください。任意の代謝物プール XI は通常複数の流入流速と流出流速を持ちます。しかしながら S システム型方程式の右辺は2つの項からなります。第1項は複数の流入流速をまとめて1つのべき乗速型式の形で表しています。同様に第2項も複数の流出流速をまとめて1つのべき乗速型式の形で表しています。これは様々な構造のネットワークにおいて異なる形の流速式、すなわち反応速度式により触媒反応が行われるシステムの感度を効率よくかつ正しく計算できるようにするためです。そのアイディアは見事だと思います。代謝反応ネットワークの特性は、独立変数やパラメーターのわずかな変化に対して従属変数がどの程度変化するか、すなわち増加するか、それとも減少するかを調べることで明らかにすることができます。この時の変化の大きさと向きを表す値を感度と言います。BSD における感度の定義は次のようになっています。まず、対数原因は独立変数が無限小変化した時の従属変数への影響を表す値です。その定義式は次の通りです。無限小の変化とは、実際にはわずかな変化、または有限小の変化を意味しますが、定義式に微分が含まれているため、このような理解しにくい表現が用いられています。パラメータ感度には2種類あります。そのうちの一つ、速度乗数感度は、速度乗数が無限小変化した時の従属変数への影響を表す値です。その定義式は次の通りです。次に、反応時数感度は、反応時数が無限小変化した時の従属変数への影響を表す値です。その定義式は次の通りです。このように BSD では、
解析の最初に設定されるシステム方程式を S システム型式として表すことにより、他の方法よりも多くの種類の定常状態感度の定義が可能となっています。そしてこれらの計算値の使用により、システムの特性を詳細に調べることができます。対数原因も感度ですが、ここでは変化させるものが独立変数なので、BST ではこれに対して感度という言葉が使われていません。他の方法では、独立変数を変化させる場合の計算値を、パラメータを変化させる場合の計算値と一括りにして感度と呼んでいます。今回の動画では、対数原因の計算方法のみに限定し、その計算式を導きます。パラメータ感度の計算方法については、改めて別の動画でお話しします。前の動画で、定常状態における代謝物濃度に対して、17式の計算式を導きました。これを要素で表すと、18式のようになります。18式中の各代謝物濃度の対数値 yi の独立変数の対数値 yj による偏微分は19式で表されます。これを18式へ適用すると実式が得られます。ここで20式の逆行列を21式で表します。これにより20式は22式となります。これを簡単に書くと23式となります。22式は独立変数の無限小変化に対する代謝物濃度の影響を表す対数原因の計算式です。本式には速度乗数が含まれていません。よって、対数原因の計算値は反応時数のみから得られることがわかります。次に、小味の流入流速に対する対数原因の計算式を導きます。1式から流入流速は、24式で与えられます。両辺の対数を取れば25式となります。これを行列で表すと26式となります。これを簡単に書くと27式となります。26式において小味の流入流速の対数値ln vi を独立変数の対数値 yj で偏微分します。これにより実式を得ます。これを行列で表すと29式となります。本式は小味の流入流速に対する対数原因の計算式です。これを簡単に書くと30式となります。次に流出流速について考えます。1式から小味の流出流速は31式で与えられます。両辺の対数を取れば32式となります。32式を独立変数の対数値 yj で偏微分すると33式を得ます。これを行列で表すと34式となります。34式は小味の流出流速に対する対数原因の計算式です。34式を簡単に書くと
35式となります。しかし、流入流速と流出流速の対数原因の間には36式の関係が成り立ちます。したがって、通常は流入流速の対数原因だけを計算します。34式から流速の対数原因も反応時数だけで計算が行われることがわかります。速度乗数は計算に関係しません。また、ここで導いた計算式を使えば、ネットワークシステムの感度を一気に計算できることが推測できると思います。そこで、改めてネットワークに対して設定されるシステム方程式から定常状態感度を計算する方法を考えてみましょう。最初にシステム方程式を使い、ニュートン・ラフソン法により定常状態濃度を計算します。この計算値は丸目誤差の超高精度で得られます。次に反応時数と速度乗数を複相微分法により計算します。これらの計算値もまた丸目誤差程度で得られます。これらの値を使い、S システム型方程式が構築されます。次に、行列演算により対数原因などの感度を計算します。この時、計算値には桁落ち誤差が生じます。しかし、多くの場合、著しく精度が低下することはないでしょう。最終的な計算値に少なくとも3桁の精度を期待できると思います。通常は10桁以上の精度となります。そして、最後に感度の計算値を使い、システムの特性を明らかにします。一連の計算は無償で提供されているソフトウェアにシステム方程式を設定することで自動的に行われます。これにより信頼性の高い定常状態感度値が得られます。BST における定常状態感度計算のアルゴリズムの有用性はここにあります。今回は数式ばかり羅列したため、話の内容が難しいと感じた人が多いと思います。しかし、実際には BST の計算の流れと感度の物理的意味を理解していれば、システム解析を行うことができますので、ご安心ください。本日のお話はこれで終わりです。質問があれば、遠慮なく尋ねてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。